どうもこんにちは。自分のキャンプ歴がねどれぐらいになったのかと過去の動画を見てみたら、キャンプ歴はですね大体5年ぐらいになってました。もう本当にですね、僕は素人から始めました。キャンプをしたことない状態からキャンプをスタートしまして、まあ、そういった成長期みたいなねところも含めて、キャンプの動画をどんどん撮ってきたんですけども、今回はですね、そういったね過去のキャンプを振り返って、この頃はこうだったなとか、時間が経ってねこういう風に変わっていったなみたいなところをですねお話しできたらいいなと思います。まず最初にですね、これが大体1回目か2回目ぐらいのキャンプだったと思うんですが、まあ、この頃はね本当に持ち物がなかったんですよね。あのテントって言ってもワンタッチテントで、しかもですねこのワンタッチテント、ちょっと欠点がありまして、防水ではないという最大のね欠点がありました。まあ、この頃はですね特に焚き火をするっていうことよりかは、まあ、なんかこう炭を起こして、なんて言うんだろうな、あのそれで料理するみたいなところがあったんですけども、焚き火を絶対しなきゃいけないみたいなのが未だにあんまりない人間なので、まあ、必要があれば焚き火をするし、まあ、そうじゃなくてですね炭でなんとかなるんだったら、まあ、料理として炭を使うというような感じなのかな。カッティングボードみたいなのもねこう100均のものを使ってたりとか、この撮影してるんだけども、なんて言うんだろう、明かりがなさすぎてここしか映ってないみたいなね、そういった、道具の足りなさ、圧倒的な少なさっていうのをね感じていただけるんじゃないかなと思います。でテントの中とかもですね、当時ね寝袋とか持ってませんので、家からですね布団とかを持って行って寝てました。この時がですね、初めて長女と一緒に二人きりでキャンプに行った時の映像になります。確かこの時はですね長女が運動会かなんかがありまして、運動会終わりぐらいで行ったのかな。なので結構ねハードスケジュールだったんですけども、まあ、先ほどお話した通りにですねこのテント、防水仕様じゃありませんでした。なので夜中にねちょっと雨が降り始めて、車の中に避難したっていうねあの思い出もあります。でこの頃はですねまあ、とりあえずお米を炊いて、まあ、なんかおかずを買っていって、まあ、ご飯食べるみたいな感じで結構ねライトな感じでやってたんですけども、まあ、見ての通りね荷物も結構少ないです。まあ、本当にね何もない状態からスタートしたので、もう本当ちょっとずつ、キャンプ道具っていうのはね揃えるしかなかったんですけども、まあ、この当時にですねすごく役立ったというか、助けてもらったのが、100均のキャンプグッズでした。未だにですね100均結構利用するんですけども、まあ100均でね使えるものは、使っていくというのがいいんじゃないかなと思います。まあね、この時の映像とか見るとですねキャンプ道具ほぼ持ってないんですけども、まあ、それでもねかなり楽しんでるなというのが、今映像を見ても感じるので、まあ、好きなことを好きなように楽しむっていうのがねやっぱ一番いいんじゃないかなという感じがします。でこの時の映像はですね、バーベキューしてるんですけども、デイキャンプに行った時ですね、家族全員で初めてデイキャンプに行った時の映像になります。でこれもですね、まあ、当然その道具もあんまり揃ってない状態なので、まあバーベキューコンロだけ買って、まあ、それっぽいことをですね家族で楽しんだというような感じなんですけども、まあ、思うのがですね、泊まりキャンプをねいきなりやってもいいんですけど、やっぱりね一番いいのは、こういった感じでデイキャンプをやってまず慣れるってことが一番重要というか、まあ、ハードルが低く楽しめるんじゃないかなという感じがします。泊まりだとですねテントとか寝袋とかいろいろとですね用意しなきゃいけないものが出てくると思うんですが、まあ、デイキャンプであればですねピクニックの延長みたいなもんなので、まあ、その都度ですねちょっとずつ物を揃えるということができると思います。でデイキャンプがあったからですね、こういった泊まりキャンプに挑戦することもできました。この当時使ってたケシュアのテントはですねまだ未だにあったりするんですけど、まあ、ポールがねちょっと折れちゃってまして、まあ、その辺のね修理をしないといけないなと思いつつ、放置してるという感じです。このねケシュアのテントとかもね確か2万円しなかったんですよね。1万9800円とかそんなもんだったと思うんですけど、広さもね、十分あって、まあ、なかなかいいテントだったと思います。多分今はもう売ってないんじゃないかな。でキャンプを始めてからですねこの頃はもう半年以上かな経ってるので、まあ、スキレットもですね100均のものから、ニトリのスキレットに変わったりとか、カッティングボードもですねちょっとまた違うものに変わったりとか、ちょっとね若干の変化があります。
ただ使ってるテーブルはですね、これ変わってないんですね。最初に行った時とキャンプを始めて半年ぐらいは、キャリーカートの上にこうなんていうんだろうな、蓋みたいなテーブルをつけた、収納兼移動兼テーブルみたいなものを使ってたんですけども、この時はねまだそれを使ってますね。確かね椅子とかを最初に買ったのかな。で椅子とかも買うんですけども、ホームセンターに売ってるようなですね800円ぐらいの、安い椅子を買ってます。でそれから2ヶ月ぐらい経ってですね、テントを買ったりタープを買ったりしてソロキャンプに行った時の映像がこちらになります。この時にはですね確か、エアマットもね、なんていうんだろう、こう結構厚みがあるやつ、そういったものを買いました。エアベッドって言ったらいいのかな。まあ、最初の頃はですねこういったあの空気を入れるものっていうのがやっぱ一番手軽で良かったんですけども、今はねちょっとあのその辺変わってきたところがあります。まあ、その辺はですね経験とともにちょっとずつ自分に合ったものが分かってきたのかなという感じがします。でこの頃持ってた道具っていうのはですね、もう本当にここに映ってるだけです。椅子があってタープがあってテントがあって、ちっちゃいテーブル、あとクーラーボックス、ちっちゃいクーラーボックスがあってみたいな感じで、まああんまり物はないですよね。まあ、ソロキャンプですからね、そんなに多くの荷物はあの未だにいらないかなと思ったりしてます。でこのねなんかアルミテーブルみたいなやつはあのこれもね近所のホームセンターで買ったやつなんですけど、これ未だにねまだ使ったりしますね。耐荷重が確か20キロ以上あったんじゃないかな、20キロか30キロぐらいあったんで、なんかそれこそ冷蔵庫乗っけたりとか、ちょっとね重たいものを乗っけたりもできるので結構重宝するんですよね。で値段も多分2000円しなかったんじゃないかな。でこの頃はですねそんなにあの料理にこだわりがなくて、あのどちらかというとですね、あの凝った料理するっていうよりかは、ソーセージとか肉とかを焼いてとにかくあの塩コショウとかで食べて、まあ、酒が飲みたいみたいな感じでキャンプしてたんですよね。まあ、それはそれでね全然面白いかなという感じがします。でこの頃もねまだやっぱりねライトがねないんですよね。ランタンとか持ってないので夜は暗い中で過ごしてました。でそこからまた半年ぐらい経ってからのキャンプなのかな、テントはね変わってないんですけども、またちょっとねあの自分で作ったものとかがありまして、やっとねここでねテーブルが増えました。で増えたテーブルっていうのもですねあの自作したものだったり、まあ、この辺は革製品、この辺もね自作したものなんですけども、結構ね DIY をするようになっていろいろ物が増え始めたのがこの辺になるのかな。確かねあのテーブルにすごく困ってたんで、一番最初に確かテーブルを作ったんじゃないかなと思うんですよね。でこの辺のフライパンとかもね家から持って行ってるやつなんですよね。キャンプを始めるときってやっぱりねあの道具を揃えたくなると思うんですよ。そのクッカーだったりとか、まあ、それこそ箸一つ取ってもね道具いろいろ揃えたくなると思うんですけど、まあ、持っていけるものがあるんだったら家から持っていくとか、そんなんでね僕は全然いいんじゃないかなと思ったりしますね。で一気にね1年経ったのがこちらになります。若干ね荷物増えてるようにも感じるんですけども、まあ、実はねそこまで増えてないんですよね。棚とかは作ったっていうのがあるので、まあ、その分あの物が多いように見えたりするんですけど、意外とねそんなに増えてないって感じですね。でこの頃にですね一人用のテント、まあ、実際は二人用だと思うんですけども、あのソロ用のテントっていうのをね手に入れまして、でこの頃に確かようやくねランタンを手に入れてるんだと思うんですよ。オイルランタンを手に入れたのがこの頃じゃないかなと思います。で、この頃になるとですねあのちょっと料理にハマってくるようになりまして、いろんな料理をですね作り始めた時期じゃないかなと思います。もうなんかあの肉をただ焼くだけでもいいんですけど、まあ、せっかくね料理するんだったらなんかこう少しでも美味しく料理ができたらいいなということで、料理にですねのめり込み始めたのがこの辺だったかなと思います。で軽バンもねこの前ぐらいに買ってるんですよ。なのでまあ荷物はたくさん乗るようにはなったんですけど、まあ、撤収とかいろいろ考えたりとかもして、でキャンプの経験この頃にはですね2年目ぐらいなのかな。なので、まあ、できるだけ撤収も早い方がいいということで、なるべくね荷物を持たないようなスタイルに変わっていってます。でその年の冬がねこのキャンプなんですけども、この頃はまだエアマットを使ってますね。エアマットを使って、寝床を作ってました。だけどもうちょっと厚みが欲しいなっていうことで、こんな感じで、二重にしてるんだと思います。でいろんなスタイルのキャンプを試したくなってる時期でもあって、あの自分のスタイルがこれっていうのがまだない頃でですね、この日はですねこういった感じで地べたキャンプを楽しんでました。これもね周りよく見ていただくと分かるんですけども、荷物がねあんまりないと思うんですよ。
まあ、棚は一応用意してるんだけども、そこまで物も載ってないですしね、まあ、一応用意したって感じなんだと思います。きっとなんかこんな感じで、一発のキャンパーっぽくなってきたのかなのが多分2年目ぐらいだったのかなという感じがしますね。でこの頃はね寝袋使ってるんですけど、最初の頃はね確か寝袋の中に、電気毛布入れたりとかしてなかったんですよね。だけど、ポータブル電源とかを手に入れるようになってからはどうしてもね冬場はねあったかくしたいということで、電気毛布とかで、ね、使うようになりましたね。これがですね2020年の1月キャンプを始めて3年ぐらいかな3年ぐらい経った頃の年越しキャンプなんですけども、この頃にはですねやっぱりキャンプ続けてるだけあって、ある程度ねキャンプに対しての知識がついてきたというか、なんというか、あんまりね気負わずにいろんなことができるようになってきたのがこの頃じゃないかなと思います。なんかキャンプやり始めっていうのはねやっぱりちょっと大変だったりすることが多いと思うんですけど、まあ、それも慣れてくるとですね、まあ、ソロキャンプでもファミリーキャンプでも、まあ、そんなに疲れずにですねキャンプをすることができるようになるんじゃないかなと思います。でこれ使ってるテーブルがですね、テーブルと椅子が一体型になってる折りたたみ式のやつです。よくピクニックテーブルみたいな感じであるやつですね。でこれはねファミリーキャンプに行くと未だに使う時もあるんですけども、やっぱね便利なんですよね。なんかコンパクトになるし、まあ、今のキャンプブームのねかっこいい道具の中ではあんまりこういうものを使う人いないかもしれないんですが、これはねやっぱり便利なものだなと思います。でこちらがですねそれから半年ぐらい経った時のキャンプです。今映ってるですねこの収納テーブルを作ることによってですね、ソロキャンプに行く時の小物はすべてここに収まるようになったので、余計にですね荷物がすごく少なくなったなという感じがします。少なくなったなというか、画面映えしないというか、荷物少なすぎてなんかこうスカスカ感があったりするんですけど、でもこのね、テーブルの中に入るぐらいの荷物しか持ってかなかったりとかするんですよね。でこの時はですねハンモック箱で初めて挑戦したんですけど、まあ、なんだろうな、僕はね正直ハンモック箱合わなかったんですよね。なんかすごくね荷物少なくて最小限の荷物でハンモック泊っていうんだったらまあわかるんですけど、まあ、荷物がしっかりある上でハンモック泊っていうのはあんまり僕は魅力感じないので、あんまりやることないかなという感じがします。全然違うんだなと思いました。で、その年のですね夏のキャンプがこちらです。ようやくねタープを張るようになってるんですけども、僕ねあんまりタープ張らないんですよ。よっぽど暑い時は張るんですけど、まあ、こういった夏日とかじゃない限りは基本タープ張らないですねあんまり。まあ、夏場にそこまでキャンプをしないからっていうのもあるかもしれないんですが、ソロキャンプでねタープ張ったっていうともう数えるぐらいしか多分ないんじゃないかなって感じがします。重い、待って、ちなみにこのハンモックスタンドに関しては自分で作ったものなんですが、結構ね使えますよこれ。自分で作ってもね、結構頑丈にできますし、買うと高いのでこれは結構おすすめできるんじゃないかなと思いますね。でこの頃はですね、エアマットまだ使ってたりもするんですけど、僕個人としてはですね、コットを使うようになりました。1個はネイチャーハイクの枕がないね。そうだね、枕持ってきたっけ。あ、はい、これで。で僕の道具を選ぶ基準みたいなところなんですけども、まあ、ソロでも使えるし、ファミリーキャンプでも使えるっていうのをね一応基準に選ぶようにはしてます。なのでテーブルとかもね自分で作るときにそこまでちっちゃいものは作ってません。ある程度の大きさがあって、まあ、それを組み合わせれば何人かで使えるっていう前提でですね作ってるので、まあ、その辺は結構使いやすくできてるんじゃないかなという気がします。まあ、絶対ねソロキャンプしかしないっていう方はもうソロ用のすごい軽いものとか、まあ、そういったもので選ぶのがいいと思うんですけど、やっぱりねこう人数が増えそうだとか家族で行きそうだっていう場合は家族で使うっていうことも見越してですね道具を揃えていくのがいいのかなという感じがします。
で、まあ、毎回ね、キャンプに行くと焚き火をするってわけじゃないんですけど、何回か経験するとですね、焚き火っていうのも結構上手にできるようになると思います。でこうしてみるとですね、この頃にはもうキャンプ歴3年ぐらいなんですけど、まあ、物が増えてはいるんですが、まあ、そこまで大量のものをですね、無駄買いしてるって感じはしないんじゃないかなと、自分では思います。でそれから半年ぐらい経ってからの映像がこちらですね。まあ、コロナとかもねありましたけども、その合間を縫ってですね、自転車、この時はですね、初めて自転車でキャンプに行ってます。まあ、行った場所はですね、しまなみ海道をまあ大体40キロぐらい行ったのかな。しまなみ海道のね途中にある島なんですけども、このねキャンプがねまた結構面白かったんですよね。荷物をねあんまり持っていけないじゃないですか。荷物あんま持っていけないから、持っていけるものの中でなるべく軽くて、荷物としてバッグの中に入るもの、そういった基準でですね道具を選んだんですが、このね道具選びがね結構大変で、もともとでそういった自転車キャンプしようと思って買ったものではなかったりとかするので、やっぱり重たいものとか大きいものとかが多かったりとかして、このね装備を整えるのがね結構大変でした。大変だったけどすごい楽しかったんですよね。やっぱりなんかこう試行錯誤しながらねやるっていうのがこうキャンプの面白さの一つだったりすると思うんですが、まあ、そういう意味ではですね、まだやったことのないそのキャンプのスタイルを試してみるっていうのもですね結構面白いんじゃないかなと思います。まあ、キャンプの装備一式揃っていればですね、いろんなキャンプとかもね楽しめると思うので、まあ、結構自転車キャンプっていうとね極端にはなってしまいますが、まあ、こういったキャンプをですね楽しんでみるのも面白いんじゃないでしょうか。でそれからですね半年ぐらい経ったキャンプはこちらです。この頃にはですね結構こう自分のスタイルというか、もう自分としてはこんなスタイルみたいなねスタイルが整ったのがちょうどこの辺ぐらいだったんじゃないかなと思います。なのでなんだかんだ言ってですね自分のスタイル見つけるまでに結構時間かかっちゃってるんですけど、まあ、その分ねいろんなキャンプ楽しんできたので、まあいいかなと思ったりもするんですけどね。で、最初の頃はですね塩コショウで普通に食べてたステーキですが、まあ、こんな感じでですねバルサミコソースとか作ってみたりとかして、ちょっとね一手間加えるようになりました。でも本当にこのなんていうんだろうな、このテント開けっぴろげのスタイルでみたいなのは、まあ、今の流行りだったりすると思うんですけど、実際ね初めてねこれでやった時はねうまく寝つけなかったですね。やっぱりなんかこう不安があるというかなんというか、まあ、ただね 2,3 回やるとこのスタイルも慣れるので、まあ、その辺はですね経験かなと思います。でこれがですねキャンプ歴4年目の冬になるんですけども、テントの中にですねこもったまんま出ていかないというスタイルをねこの時に初めて試しました。テントの中では薪ストーブを焚いたりとかして、あったかさはね外とは全然違います。10度以上15度ぐらい多分温度差があると思うんですが、まあ、薪ストーブってですねこの時まで使ったことがなかったんですけども、まあ確かに、ね、人気があるのがうなずけるなっていうような暖かさでした。ただまあ欠点としてはですね、やっぱりこのテントの中にこもったまま出ていかない感じになっちゃうので、まあ、それがどうかですよね。やっぱりこのキャンプに行って外の景色楽しんだりとか星空見ながらキャンプしたいっていうのがあったりすると思うんですが、こういったおこもりキャンプだとそういうのじゃないので、まあ、過ごしやすいは過ごしやすいんですけど、まあ、一歩間違うと家でできるじゃんみたいなことだったりとかすると思うので、まあ、この辺はですねちょっと考えどころではあるんですが、まあ、家族全員でですねこう外に遊びに行ってまあ、遠くに泊まるとかっていう遊びができるので、まあ、こういうキャンプもですね、まあ、それはそれでありなのかなと思います。さあこちらがですねソロキャンプ5年目今年の春ですね、今年の春にキャンプした映像になります。なんでしょうね、だんだんこうソロキャンプするにつれて荷物がだんだんこう減っていってるような感じが自分の中ではしたりするんですけども、自分の中でですねソロキャンプするにあたって撤収はね絶対30分以内にやりたいんですよね。あんまり時間をかけて撤収したりっていうのが好きじゃないので、まあ、その分ですね荷物は片付けやすいものを持ってったりとか、あまり量を持っていかなかったりとかね結構工夫はするようになってます。なのでですね
まあ、テントの中にある荷物もあるんですけども、まあ、その辺もですねすぐパッと運べるような感じにしたりとかして、まあ、その辺はですね経験とかもあるかもしれないんですが、まあ、とにかくですね設営も撤収も早くっていうのがあの僕のキャンプなので、まあ、そこまでですね荷物は増やさないようなスタイルでやってます。まあ、最初の頃のキャンプと比べるとですねやっぱり荷物が増えてたりとか、そもそもね物が全然変わってたりとかするんですけど、まあ、5年くらいキャンプをすることによってですねあの自分の中で、これはいるこれはいらないとかもっとシンプルにできるんじゃないかとか逆にここはもっとこだわって物を増やそうとかっていうところがねあったりするんですよね。それはね僕にとってはおそらくクッカー類だったりするんですけどやっぱいろんな料理したくなると、どうしてもクッカーって増えてしまうので、僕の中でね増えてもいいものはクッカーっていうふうに決めてます。でもこうして改めて見るとですね僕ってあんまりもともとですねそんなに物を持っていくのが多分嫌だったんだと思うんですよね。なので、最初の頃からシンプルなキャンプですけど、まあ、今もですねわりかしシンプルなキャンプができてるんじゃないかなと思います。まあ、人によってはですねソロキャンプしか絶対しないとか、ファミリーキャンプばっかりやってるっていう人もいるので、まあ、この動画がですね参考になるかどうかはわからないんですが、まあ、今回はですねキャンプを始めて5年、その5年間のキャンプ風景の変化みたいなものをお届けしました。よかったらですね参考にしていただければなと思います。それでは